皆さんお元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はですね、前回ね麻婆豆腐作ったんですけどね、ちょっとね父からねこれちょっといただけないというね、低評価をいただきましてね、今度リベンジということでね、再度ね麻婆豆腐を作ってみました。で今回はね色的にもねね、ちょっとね美味しそうなね、辛くてね美味しそうなね感じで作りました。今日ピリ辛です。これはね成功したと思います。で今回はね休肝日にしました。でご飯の上、ご飯じゃちょっとね物足りないので、ちょっとね目玉焼きもね1個乗っけてみました。で今回はね冷たいお茶でございます。今日はね先ほど言いましたけどね、休肝日にしましたのでね、ちょっとね体調を整えたいなって気持ちでね休肝日に立ちました。その代わりね、明日はね、発泡酒をね、飲みたいと思っております。で、以上でございます。明日はですね、月曜日でございます。私はね、お仕事ね、始めますが、お休みのなさってる方もいらっしゃると思いますがね、体調を整えて、お怪我や、体調管理、あとはまたね、いつものね、病原菌に負けないでね、お仕事頑張ってください。以上でございます。なおですね、コメント欄にはね、ちょっと変更もございますのでね、もしね、下のコメント欄もね、見ていただければ大変ありがたいなと思っております。もしね、そちらの方も興味ある方だったら、見る方もいらっしゃいましたら、そちらの方もぜひね、見に来てください。よろしくお願いします。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。